皆さん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、ヴァネーサです。今日も私と一緒に新しい表現学びましょう。今日は、ce n'est pas sorcier という表現をご紹介します。ce n'est pas sorcier 直訳したら、魔法使いじゃない。sorcier は魔法使い。魔術師という意味ですが、え、フランス人は魔法を信じているんでしょうか？魔法使いがいると思ってるんでしょうか？違います。これは難しくないという意味で使います。魔法使わなくてもできるっていうことです。C'était pas sorcier. Mes amis sont en vacances. Alors, mes amis sont en vacances. Mes amis sont en vacances. Oh, c'est pas sorcier!わかりましたか？ ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas? ね、難しくなかったでしょ？フランス人はよく「ne」を言わずに「c'est pas sorcier」と言います。みんなも遠慮なくその通りに言ってくださいね。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。Au revoir! À bientôt!